様からのメッセージお待ちしております。うるま応援団。はい、ということで、始まりましたうるま応援団でございます。はい、今日も1時間楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ということでこのうるま応援団担当します、私吉本沖縄芸人の花フラワー漁師と、キャンバーブ岩倉です。はい、お願いします。お願いします。はい、今日はですね、上受けの方がちょっと来れないということで、メインがお休み。メイン、そうね、このうるま応援団のメインはやっぱな、はい、常に真ん中を牛耳ってるわけですから。そうですね、上受けはね、休み。 M1 落ちたから。 M1 落ちた、誰ですか。まあ、OK、 あ、OK、 受けてたんですか。ユニットでユニットでこっそり受けやがって、ね、ね、客席にいると思いきや受けてたんですよ、あの野郎。まあ、あいつはもうそういうやつですからね。しれっと落ちやがって、しれっと落ちやがって1回戦どな、もっと派手に落ちればいいのにな。中途半端ですね。そうですよ。まあでもワウケらしいっちゃワウケらしい。そうね、これがワウケだからね、はい、のっけからワウケの文句すいません。さあ、ということでね、やっていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、キャンマーブ岩倉もね、 M1 グランプリから帰ってきました。はい、初の2回戦、はい、東京、残念。いや、残念でした。本当になんか、なんていうんですかね。どうだった、初めての2回戦を。なんかこの、別にいいんですけど、うん、それなりの努力し、それなりの、うん、あれなんで、うん、自分なんかもそれは分かってはいるんですよ。でも、なんかギャンブルと一緒で、うん、意外とみたいな、レギュラーズラック的なみたいな。あー、ちょっとでも分かるかも、はい、それそれ、うん、それ2回戦、沖縄であんまいつも受けてないけど、うん、意外と東京では受けるんじゃないのみたいな振りがあったんですよ、自分の中で、うん、自分の中で盛大に振ってたんだ、はい、で、受けなかったんですけど、結果、うん、受けないかいっていう勝手に振ってるだけなんですけど。そうね、そして自分で受けないかい、受けないかいぜ、こんなんだ、はい、帰っていくっていう。いいなぁ、斎藤もね、しっかりと緊張してたみたいで。そうです、あれでも、うん、ちょっと斎藤が飛ばしがちってのは普段からあるんですけど。そうね、なんか単独ライブでも結構斎藤が飛ばしてたんだよね。まあ、そういうのは結構あるんですよ、うん。でもこの、結構押してて、うん、待ち時間が、はい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 、この M1 の時間がね、はい、あいつなりにリズム頑張って作ってたと思うんですけど結構控え室から俺たちが経験したことない長さの、うん、距離だったんですよね。ストロークが長いんだよな、結構長くて。そう、この東京のな、ゴロゴロ快感が。しかもこの袖で待機してるんですけど、うん、足が出過ぎなんですよなんだろうな、芸人って感じの、うん、なんかなんか謎の本当にな、なんだろう、お店なんか和風のそうそうなんですよ、なんか厨房みたいなの通っていくんだよな、はい、うん、結構雰囲気っていうか、うん、でまた出るときはその袖が、うん、なんかまた芸人のこの感じ、うん、待ってる感じとか、うんうん、そうね、みんな、ま、見えるじゃないですか。見える、多分それであいつも、うん、結構上がっちゃったっていうのがあって、うんうん、3分半ギリギリぐらいネタが1分弱で終わりました、うん、これマジ聞いた時マジびっくりしたんだけど、どういうことよな。俺も全然フォローできずにそのまま流れていきました。1分半ごっそり削ったってことでしょ。きっかけっていうか、この、うん、こういうネタしますよって、うんうん、最初のね、はい、うん、まあ、そこで、うん、まあ、客がついてきてなかったの分かったんですよ、うん、なるほどキャンマーブルネタってでな、結構ぶっ飛んでるもんな。つかみからもついてきてなくてですね、うん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 、その前の、うん、ネタと前のネタが、うん、もうめちゃめちゃ受けてて、おう、有名な、いや、そんな感じじゃないんですけど、あ、でもない、おうおうおう、これいいなって戦えぞと、うん、どうもって言って、うん、最後キャンマーブですって言った後に、いいね、俺がもう一回キャンマーブですって改めて言うんですけど、うん、2回行ってるからって言って、うん、で俺が2回行っても応援だろっていう、やったんですけど、し、うん、なんで突き放すお前、キャンマーブですで、お客さんが、あーキャンマーブだーって手をね、差し伸べたところ、あーキャンマーブって、2回言っても覚えんだろう
そこでなんかその差し伸べたって蹴ってるよ叩いてるじゃん、叩いてるじゃん、足で足で蹴ってるよ、高いから舞台が落ちる、そうそうそう、見下ろすからね、お客さんのことが。そこでもう離れたってのもあって、まあ俺も悪かったんですけど、うん、そこでもう斎藤の顔が俺はもう見えた、一番近くで見てるんで、うん、やっぱあの白さが透明化して、うん、透けてたんですよ。あ、これやばい、斎藤白いもんが透けるとなったら危ないんで、やばいな、うん、案の定1分弱でネタが終わっちゃう、うん、やばい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 、怖いな、消えかかってたんだ。いやでもこれはもう俺も悪いんですけどね、うん、全然もう全然もう、はい、結構やられちゃいましたね。やられたな、はい、飲まれたな。でもなんかいいっすね、あっちゴロゴロ会館雰囲気っていうか、わかる、いいよな。でももう全ての音を吸収する会場って言われてるからあっちな全ての音をね、もう全部吸収する。なかなかだから通らない、マイクを通さないとしっかり通らないっていう感じだもんね。いやゴロゴロ会館で俺らも笑い取った覚えないもんな、オーシャンの時から。はいはいはい、花フラワーになっても全然だったな。いやお客さん自体はこの日はあったかかったと思うんですよ、うんうんうん、自分が待機してる時はほとんど受けてたんで、おなのでもうネタの問題だとは思うんですけど、かもしれんな。だから去年もアリンクリンと一緒だったんだけど、アリンクリンが終わっ最初のお昼の出番で俺らが夜だったんだけど、リュータから終わって電話来て、めちゃくちゃあったかいからもうびっくりするぐらいあったかかったっつってもうこれ絶対受かったわっつってみたいな、もうそれぐらいもう笑い取ったと。でお前らマジ安心していけよ、アイドルからの全部滑ったからあいつマジで許さんと思って。その時アリンクリンさん、アリンクリンしっかり落ちてた。あ、そうなの意味よと思ってそんなことあったな。でなんか自分がその日、うん、飛行機、うん、結構ギリギリだったんですよ。あれ飛行機ギリギリ、はい、おうおう帰りの飛行機、あ帰り、おうおう、なんだった、お前3時に撮ったみたいな、3時に撮ってて帰りお昼の3時、はい、うん、そしたらあの2時に終わってですね、うん、成田なんです、格安 の飛行機なんで、うん、でもう検索した時点でもう間に合わなくて、うん、でももう行ってもどうにかならんかと思いながらも一応進んでたんですよ、うん、いやでも行ってもどうにもならないですよ、無理よ無理よ、お前3時の便で2時に終わるんだろ、2時にはもう空港行っとかないといけないから。そうなんですよ、だからこれワウケと話したんだけど、お前らは空港で M は受けないといけない状態で、そうですね、本当にで、オンラインチェックインっていうのが今できるんですよ。あ、そうなの。だから時間内に間に合えば、うん、一応間に合える時間ではあったんですけど、あ、もうネットでチェックインしとけば、はい、もう大丈夫なんだ。そういうのがあるんですけど、それやってたおかげで、うん、返金もできなくてですね、うん、で、この日帰らないとちょっと行けない、うん、予定があったので。なるほどね。急いで探したんですけど、うん、もうえぐいぐらい高いんですよ、全部高いだ、当日だ、はい、高いだ。で、この飛行機屋がいるんですけど、うん、何飛行機屋って何、地元に飛行機屋がいて、うん、それがいろいろなんか探してくれて、うん、ピーチでキャンセル出たのかわからないですけど、大丈夫、キャンセルさせたんや大丈夫、乗客一人、あれ、買って、ってなって、勝手にキャンセルさせやがいるんですけど、させやって言ってるし、これが9000円で、あれよって言って、おうで、ああ、お願いみたいな、おうで、取ってもらったんですけど、それもなんか間に合わなかったんですよ。なんで、で結局、スカイマークの2万8000円ぐらいで取って、帰ってきたんですけど、やばいだろ。なので、なんか、なんだろう、落ちたというよりも、うん、この金の、なんかあれで押し込むというか出費大きいな、出費大きくて、まあ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 2万いくらか払って落ちに行ったっていう、まあまあ結論で言うとそうなんですけど、まあ、そうだな、まあ、学びに行ったと思います。学んだな。東京ででも受かったらすごい、オリオンリーグさんがね、いやすごいっすね、めちゃくちゃすごいよ。花フラワーさんもだって今回大阪初めて大阪で、いやこれはマジですごいと思います。 FM ウルマからカシスオレンジと花フラワーが、いやもうこれはめでたいですよ、本当にありがとうございます。皆さんこんばんは。いやー嬉しい。3回戦が24日
また大阪の、吉本漫才劇場でやってきますのでね。同じ時間なんですね、この尺は。尺は、うん、3分、同じ3分。前回もだから、まあでも笑い取りたいところでちゃんと笑い取ってたからめっちゃいいじゃないですか。もうめちゃくちゃ気持ちよかった。もうやばかったね。沖縄のだからゴールドダッシュで、はい、ほぼほぼ最下位ぐらいの10位だったから。タンマーブの上に花フラワーさんがいて、うん、安心しましたもん。なんか近いところにいるってよかったーって。ほぼほぼタイぐらいの票数だったよ。票数までは覚えてないんで、うん、一応なんか近かったのは覚えてたんで。だよな。だからうわどうしようってめちゃくちゃギリギリまでとかも2人で悩んで、あ、もうこれで行くって決めてたから、でもそこからもうどうにかね、カシスオレンジのポッポにいろいろネタ見せして手助けしてもらって、なんとか3回戦進みましたね。ありがたいっすわ。だからもうポッポにねネタ見せした方がいいよ。ポッポに。ああ、いいですね。自分も終わったらちょっとアドバイス聞いたんですけど、うん、やっぱりちょっとアドバイスなんかちょっと直すレベルじゃなかったんで。前回前回だった。それもなんか理にかなってたんで、うん、それでもネタ総害しましたね。いや総害マジ。あいつはでも面白くないとは絶対言わない男だからな。そうですね。そうそうそう、どうにかしてあげようっていう気持ちがあるからな。めっちゃ助かりましたなあ、はい、ありがたいっすわ。マリエさん、リョウジ、アイキ、こんばんは。仕事お疲れ様です。なんか一人いないような気がしますけど、あら、二人足りないですか。そうね、ポッポもね、あの国際通りの、酸っぱいマンで今レジ締めしてると思いますのでね、よろしくお願いします。なんかあの酸っぱいマン、うん、あの国際通り通った時なんかチラッて見えたんですけど、うん、なんかあの広いトイレぐらいの大きさのとこですか。なんかそれ結構え、広いトイレぐらいの、アパートの広いトイレぐらいの、あ、結構小さいですよ。店舗にしてはちっちゃいな。それってレジ置いたら終わりじゃん。結構小さかったんですけど。どうなの今ポッポが見ててコメントもしてくれてんの。はいはい、俺にネタ見せやめれっていうコメントがあって。いや本当にもう詰まってんのよあいつ。 M1 時期になると。でもどうなの店舗の大きさって俺見たことないんだよな。いやなんかこれが当たってるやつかわかんない。このスパイマンって書いてたんですよ。このブースは、いや、こんなんなかったっすわ、たぶん。チラッとしか見てないですけど。このブースもよりも半分ぐらい。いや、これの5分の1ぐらいの。5分の1?感覚。縦にちょっと。お前のテーブルぐらいじゃないか、もう。あ、でもこれの1個半分ぐらいっていうか。いや、ちょっと待って、もう。人立ったら終わりやし、もう。人立ったら。いや、そこまでじゃないんですよ。トイレよりちっちゃいやし。ほんと4畳か3畳ぐらいの。マジ?酸っぱいマンの倉庫じゃないか、それ。一応俺もチラッとしか見えなかったんで、うん、当たってるか分かんないんですけど。ポッポ入ったらギュウギュウだ。トラリンの1階のトイレぐらいって。いや、でも本当にそれぐらいだったと思う。トラリンの1階のトイレぐらい。あー、本当に一応じゃあ、ちょっと小さめの店舗だな、はい。そうなんだ。大丈夫?ぎゅうぎゅうならんか、それマジで。なんか配置によってはもう終わりだよな。黄色の T シャツでやってます。ありがとうございます。そうなんだ。今度マジ行ってみよう。気になるな。春季さんには狭いですよね。春季さんが、さらに狭くしてますね。本当にな、狭そうだな。なんか自分がもうパッとしか見てないんですけど、うん、なんか両こう手広げて、なんか休んでました。壁と壁に手を置いて。どんどんゴゴゴゴゴってなるのか。で、なんか手を置いてたんですけど、両手を壁にこうペタってできるんだ。ペタって軽く、なんか休んでる人もいたぐらい。どういう休み方なの。なんでピタって両手ペタってやって休むの。てか、重かったんじゃないですか。休まらんだろ、それって。下げれよ、重かったら。なんかこいつ。どうね、なるほどね。はい、今日はですね、一旦曲行った後に、大喜利もやりますのでね。やりましょう、大喜利。前回大喜利やったらね、もうね、俺がもう追いつけないぐらいコメントで、もう答えが、ポン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 って。
めちゃくちゃやりやすいあれだったね、大台だったな。それぐらいの感じで今回もできたらいいですね。はい、よろしくお願いします。休み方、腕の休ませ方が独特ですねと。あ、そうですね、国際通りにそもそも行ったことないな、最近は。国際通りに行く予定ある？何で通ったんですか？バス乗ったんですかね。バス乗るの？帰りにバス乗る、なんか乗って通ったと思うんですけど、あっち。なんで気づいたら乗ってた？バス普段乗んの？いや、あの、帰る時間もずれて、向かいに来れなくなって、知り合いが。ああ。それでバスで帰った時だったと思うんですけど。なるほど、ね、最近です、本当に。あ、東京からここに来てからってこと？はい。帰ってきて、ああ、そういうことね。変なバス乗ってしまって。変なバスっていうのあんなところ通る変なバス乗ってしまって。変な国際通り線を変なバスって言うの。その時に一瞬見たわけ。はい。なるほどな、そういうことか。バスなぁ、久しく乗り、バス乗りたいなって思う時あるんだよな、たまに。バスいいっすね。バスっていいよな、たまに乗るのな。安いっすね、バス。安い、めちゃくちゃ安い。あの、タクシーのそわそわ感ないからいいっすね。わかる、メーター上がる上がるっていうな。あれ一気に上がるからな。夜のさ、2割増しみたいなの乗ったことある？あります。尻ビビるよな。結構早いですよね。死に早いような、なんか矢印みたいなのが出てくるのが。あ、わかります。わかります。あれ初めて乗った時マジビビったな。あれで敷地内着いたら切ってほしくないですか？わかる。なんかギリギリまで我慢するような。そうそうそう、あれな。その矢印みたいな上がっていくの見えるタクシーの場合は、うん、お前も見えてるから止めろよと思うんですよ。そう、お前のさじ加減なのよ。もうあとはな、全然もう止まってもいいわ、そこで。わかります。自分も、うん、あ、ここでとは、なんかちょっと言いづらいじゃないですか。あー、まあな。なので、あれはちょっと。あれはやってるよ、完全に。いや、あれは完全に見てから。やってる。レジ金ちゃんと揃えましたって。あ、そうですか。いくらだったんだろうな、今日の売り上げは。国際通りにあるホテルにいつも泊まります、マリエさんね。そうですか。あ、でさ、次の、3回戦の、旅費、はい、旅費を、いつだったかな、最近、金城さんとネタ合わせしてて、その時に、あ、大体これぐらいだなみたいな、往復とホテル1泊のセットのプランがあって、はいはい、あ、大体これぐらいかって、大体3万円いかないぐらいだったかな。ああ、なるほどね、じゃあこれにしますかっつって、で今までこれにしますかで今日の今日まで、ほっといてたの。そしたら金額爆上がりしててマジどうしようと思って、マジ4万近くぐらいまで上がってて。爆上がりじゃないですか。爆上がりだな。これは取るべきなのか、往復だけ取ってホテルを諦めるべきなのか。ホテル取った？いや、自分はもう漫画喫茶行きましたね。あー、漫画喫茶。野宿。野宿はしなかったんだ。野宿はさすがに自分の地元じゃないので。あー、キャンバブ公園だったらな。さすがにちょっと失礼かなっていうことで。そうだな。木は殴ってない？木は探せませんでしたね。いっぱいあるだろ。あっちはもう木を伐採してる場所ですから。いや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 。できる限り少なく木を。あ、そうな、街にやってるとか なければないほどいいっていう。全然街路樹ないんですよ、探したんですけど。そうなの、探したわ殴ろうと思ってそれどうしようかな、マジで取ろうか迷ってんだよな。飛行機の往復でいくらぐらいなんです？飛行機の往復で、2万いくらかな、2万5千ぐらいかな。ちょっとじゃあ飛行機屋に聞いてみますか。いや、いいよそれは。乗客誰かがキャンセルになっちまうそんなことないですけど、うん、QR、バーコードが通りづらいっていうことはありますね。ちょっと怪しいですよ。偽の QR コードにしてた、それお前。恐ろしいわ。そんなことないですけど。大丈夫か携帯で読み取ったらなんか変なサイトに繋がったりするから。大丈夫です。大丈夫？はい。マジ？なんか周りになんかいろんなやついるな、お前な。そんなことないですけど。ちょっと怪しいやついっぱいいるな、周りにな。神社行った？神社。
ちゃんと。なんか本当に多分俺もあいつは分かんないですけど、うん、あんまそういうの興味ないんでしょうね。普通に気づいたら通ってますね。あ、神社通り過ぎた。はい、ああ、なるほどな。あっちでネタ合わせしてましたもん。神社で商店街商店街なんか商店街、雷門。ああ、雷門。行ったところの数字で、もうこれパーカーベニューだろうって言って、普通に座って。屋台みたいなな、お祭りみたいなところがあるんだよな。すごいな、あっちでできるって。なんかほんと人全然いなくて。あ、マジ？で、なんか店も早く閉まるし。あはあはあはあ。遅かったのか、時間が。あ、もう着いた時、9時。夜？くらいでしたね。夜9時？あ、このもう前の日しか入れなくて、ね、ああ、なるほどね、そういうことか。あ、たまたま、しかもその日、うん、H のさんと会って。おお、天地の飛行機で、うん、で、H のさんは、うん、飛行機逃したらしくて、うん、6時間那覇空港で待ってたらしいんですよ。やば。いつも結構元気なイメージあるんですけど、うん、もう全然身に近づけても、うん、会話できないぐらい恋しちゃってだいぶ食らってんな。もう成田から浅草まで1時間ぐらいあるんですけど、うん、2人で横一緒座ってたんですけど、うん、特に会話なあの H 郎がマジなんか言ってはなんか喋ってくれはするんですけど、うん、全然何言ってるか耳結構傾けてるんですけど、これ以上近づけたら耳食われるぐらいの近さなんで。いやいやいや、やばいな耳食われるぐらい。なんかそういう映画あったやろ、ターミナルだったっけ。ターミナル空港に。あ、トム・ハンクスのですか。そうそうそう、閉じ込められる、閉じ込められる。そんな感じも結構。いや、飛行機逃すのはさすがに嫌だな。6時間待った時6時間長いな。しっかり。いやうん、そうだね。でも沖縄の人逃しがち説ないです。一応俺もギリギリだった、行く時ですよね。めちゃくちゃギリギリだったな。なんかギリギリなりますよね、うん、勝手に。しかもその日に限って俺さ、お腹下してて駐車場から空港までの時間、館内に入るまでに距離があるさ。でも俺はもうめちゃくちゃお腹下してトイレしたい。走れないわ、だからペースを上げることできない。そう、上げることできない。ちょっとでも上げたら俺はもう終わってしまうから、あいつらが出てしまうから。はい、これは一応マジギリギリだったな。死に汗かいたな。なんかそういう時あったな。なんであれギリギリになるんですかね。だからな、なんだろうな、沖縄の人な。毎回ですね、自分も飛行機乗るときは。これ芸人だけなのかなもしかしたら。どうですか、金城さんもギリギリだったもん無理じゃないって思うぐらいギリギリだったもんな、金城さん。俺もしょっちゅう逃しますもん、飛行機。飛行機、はい、逃したことはマジでない。あ、そうなんですか。うん、焦りそうだな。めっちゃ焦りますね。そうな、お金もまた倍ぐらいかかるからな。ちょっとじゃあ一旦曲いきますか。なんか流したい曲ありますか。流したい曲はないです。いや、あるって。流していいですか。じゃあ、うん、ちょっとだけ流そう。インスタライブやってるんで、じゃあちょっとじゃあ今日は DJ 岩倉に曲を流してもらいましょう。はい、はい、さあ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 、準備の方がいいですか。オッケー、できました。はい、それではじゃあ曲振りの方お願いします。はーい、じゃあ流しましょうね流しますよ。はいはい、さあそれでは曲振りお願いします。ヒルクライムで純也とバナミですね。好きだな。はい、ということで、お聴きいただいた曲はヒルクライムで純也とバナミですね。はい、学びライブバージョンでした、はい、ありがとうございました。さあということで、曲を聴いていただいた後はコーナー行きましょう。はい、それではコーナー行きます。行きます。コーナー、大喜利。さあ来ました、大喜利です。はい、大喜利でございますよ。あ、インスタライブの方でですね、俺が神社に行って全部真ん中から歩いてしまったっていう話をしたんですけど、はいはい、鳥居に入るときは左側、お賽銭も左側です。あ、そうなんだな。
だからエスカレーターとしては東京のですよね。あ、そうそうだな、左でエスカレーターと一緒だな、左だな。沖縄やっぱ真ん中歩きがちじゃないですか。そうな、それもあるかもしれないですね。でも金城さんは知ってたの興味ないのに、お前間違ってるぞって言われてまあまあまあ、なんとかね、はい、さあ、ということでじゃあ大喜利やりましょう。はい、いいですか。はい、さあ、今回ねあの大喜利マスターの和沖がいないから探しましょうね。お題の方はちょっとね岩倉に出してもらいましょう。いつもな、和沖が出す大喜利に俺ら文句言ってるからな。ちょっとね、適当に考えてもいいです。すごいな。神社出たんで、うん、すごっ、変な天才やしょ、神社のお参りの仕方、うん、うわ、こんな神社は嫌だとかじゃなくて、はい、変な神社の、あ、何からんだよその願い、お参り、変な神社のお参りどんな感じ？どれが正解の？どれが正解？こんな神社は嫌だ。やばい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 な。うわー、ベターに戻ってきた。こんな神社は嫌だ。どんな神社？はずいなぁ。ちょっとなぁ、そうですね、変化球というかひねろうとしたけど、そうです、あのやりたいことに自分がついていけてない、うん、そうな、はい、コントの台本に自分の演技ができてないみたいな感じです。比例してなかったなぁ、はい、実力とあれが。さあさあさあ、ということでじゃあこんな神社は嫌だ。はい、じゃあは嫌だ。でもシンプルが一番だからな。まあやりやすいですからね。うん、どんな神社？はい、さあさあさあ、それではね、あのインスタの見ている方々もぜひお答えください。こんな神社は嫌だ、どんな神社、ポッポも見てると思いますのでね、はい、ポッポも一緒にお考えください。さあ、こんな神社は嫌だ、どんな神社。普段お参りとかマジでしないんですよ。初詣とかあんまり、あの、物心ついた時の記憶はないですね、行った記憶は。ああ、じゃあ本当にだいぶ赤ん坊の時に親に連れて行ってもらったかもしれないな。あるかもしれない。親はでも連れて行きそうだもん。常識は分かんないかもしれないですね。ああ、あれ何でしたっけ、振るの、振るのマラカスか。マラカス、マラカスは分かるでしょ。神社にマラカスを、それぐらい分かりますよ。あ、そう、もうそれも知らないのかなと思った。マラカスじゃなくて、まあ、おみくじ、おみくじ、なんか鈴、鈴、ああ、あの中で、あのお坊さんとかがシャンシャンシャンって振るやつ。いや、自分がですね、自分が振るやつ、願い込めるとき、それってもうマラカスだよ。マラカスです。それはそれ、ああ、あれか、ああ、お賽銭の時のあの鈴、でっかい鈴な。一緒ですね。でっかい鈴だ。まあまあ、でっかい、こんなでっかい鈴は嫌だ。いやいやいや、こんなでっかい鈴、それでいきますね。こんなでっかい鈴、こんなでっかい鈴は嫌だって。何、なんか、なんか良くないですか、結構。もう鈴が何々っていう、それしか出てこないもんな。じゃあこんな神社嫌だ、とりあえずこんな神社は嫌だね。はい、いっぱい来ました。こんな神社は嫌だ、どんな神社。お賽銭投げたら投げ返される神社っていうことです。嫌ですね。嫌ですね。嫌ですよ、これは。じゃあとりあえず一通りコメント読みますか。はい、我々が思いつくまで我々が思いつくまでの間コメントに助けられたいと思います。はい、はい、こんな神社が嫌だ、どんな神社。逆立ちでお参り。いいね。ですね、逆立ちでお参り。はい、神社って自分が変なやつだよな、これな。はい、こんな神社は嫌だ、どんな神社。風が強すぎた、砂ぼこりがいっぱいある。公園でも嫌だな、これもな。いや、いいや、いいよ、いいよ。いいです。嫌だもんな。嫌です。目入るのが一番嫌じゃないですか。そうだな。水道どっかもわからんし。わからんし、し。いや、しりとりし。し。こんなしは嫌だ。さあ、変わってますよ。さあ、ということで、さあ、ポッポから来ました。こんな神社は嫌だ、どんな神社。ブルガリの香水の匂いがする。嫌ですね。嫌だ。までやってほしいですもんね、神社の。そうだな、だから嫌だな、はい、金持ちが来たのかなっ
くちょっとなどんな神社へだどんな神社ゴキブリだらけの神社嫌だな。はい、ちょっとあのポッポさんと似てますけど、はい、こんな神社嫌だどんな神社、そこにいる鳩があの南国みたいな色してるカラフルなカラフルな、カラフルなね、ちょっと嫌だな、これは嫌だな。こんな神社は嫌だどんな神社、言いましょうか。はい、こんな神社は嫌だどんな神社、あの鈴鳴らす時のあのロープみたいなやつがヌルヌルしてる前使ったやつ嫌ですね。いいな、手汗なのか何なのかわからないけどとりあえずヌルヌルしているっていうのは嫌だよな。はいはいはい、こんな神社は嫌だどんな神社、賽銭まで行く階段がヌルヌルしている誰だろ前行ったやつ前お参りしたやつはい、さあヌルヌルですね、ぬるぬるっていいな、お坊さんはお寺だよって、ああれなんだろう住職、あはい、さあということで来ました、こんな神社やけどどんな神社、シスターと住職が付き合っている、ああ教会のシスターとこれはお寺の住職が付き合っている、あこれはちょっとねまずいなこれな嫌だないいですかちょっと、あいいよ、はい、こんな神社は嫌だどんな神社、無人のおみくじのところにちゃんと監視カメラついてる、嫌、うん、だな嫌だな、なんかそこは信頼してほしいと言いますか、なんかなこのしかも神社とかにさこの機械的なのって嫌だなそうなんですよ、だよな、はいはいはい、こんな神社は嫌だどんな神社、おみくじの予約がペッパーくんで取る嫌ですね、嫌だな、機械出してほしくないですね、機械は嫌なんだよ、まあ、丸刈りではありますけど丸坊主そうだな、坊主だ、坊主では坊主だったら何でもいいってわけではないんだな、うん、さあ、こんな神社は嫌だどんな神社、狛犬の代わりにシーサーが鎮座して巫女さんの代わりにカチャーシーで、巫女さんがカチャーシーで、奉納舞ちょっとすいません、ごちゃごちゃしちゃいましたね、狛犬の代わりにシーサーがいて巫女さんがカチャーシーで、あ、なるほどね、これは嫌ですね、沖縄の人はでも嬉しいかもしれないですね、そうですね、はい、こんな神社は嫌だ、本堂の中に俺たちひょうきん族のあの人がいる、あー世代ごめんなさいごめんなさいっていうな告白してるんじゃないの世代ってやめてくださいお前いける知ってる、なんかある知ってるなんかあるいいですか、ちょっと、あ、行く、こんな神社は嫌だどんな神社、明智光秀がちらついている、ちらついてるって何、なんかあの、あいつ燃やしそうじゃないですか、いや、やめて本能寺の変みたいなことちらついているってなんだこれちらついているって何、ちらちら見えるで、ちらちら見えるじゃない明智光秀、さあ、こんな神社は嫌だどんな神社、12月25日に鐘つきをする、嫌だね、クリスマスの日にね、違うよって間違えてるよってななっちゃうな、ポッポから来ましたね、こんな神社は嫌だどんな神社、お守りに IC チップが入っている、嫌ですね、嫌だな、機械的なね、もう機械の話はもう終わりました、厳しいな、タイムラグじゃないですかこれ、あ、なるほどねあ、ラグが、なるほど、そういうことかそういうことか、こんな神社は嫌だ、どんな神社、住職が申し訳なさそうに指すり合わせてチップを要求してくるまっす、これ嫌だな、嫌ですね、嫌だな、どのタイミングで、なんかあの結構人に慣れたの民族みたいな、あなもう営業に行ってるみたいな、なんかいるみたいなこの現地の人な、いいですね、どれも嫌ですね、みんな結構ポンポン答えるな、すごいな、こんな神社は嫌だどんな神社で、お待ちしております、こんな神社は嫌だどんな神社、
もう機械的なのはもう終わったからな。そういう感じで。まあまあでもいいのがあれば、そうですね、いいのがあれば全然。こんな神社やどんな神社ありますね、お守りに GPS が入ってるのは嫌ですねと、どんな神社、鳥居が低すぎてリンボーダンスでしかくぐれないああいいな、いいですね、低いな、そうですね、なんかくぐれなかったとき嫌ですね、だからな、くぐれなかったも帰らんといけんのかなヘルニアの人デージだな。こんな神社は嫌だ、どんな神社、おみくじの商売のところにパチスロって書いてある、あおみくじの商売のところに、ね、パチスロって書いてある、俺は嬉しいですよね、あそうね、岩倉は嬉しいよな、これな、人によっては嫌じゃないってことか、今のポッポの答えなんだけど、それは先に、それやめましょう、先に先輩の名前を出して、ポッポの答えはちょっと岩倉はあんまり嫌じゃないんだよね、でもなんか引っ張ったでしょ俺ちょっとこいつギャンブル好きだからちょっと釣ってみようみたいな、いや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 、まあまあね、見事に釣れましたさあ何かあるかな、こんな神社は嫌だ、どんな神社、はいはいはい、こんな神社は嫌だ、どんな神社、冷房が強い中の冷房できるだけ自然でやってほしいですよね、そうな、暑いだろうけど、そうそうそう、はいはいはい、こんな神社は嫌だ、どんな神社、フリー Wi-Fi が通ってるなんか携帯ぐらいでちょっとちらついたやつ神社みたいな、いやしっかりコメントしてくれるあれしっかりコメントしてくれるな、優しいな、はい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 、こんな神社は嫌だ、どんな神社、坊さんのもみあげがとんがってるかっこいいでしょ俺が好きなの、いやお前が好きかは知らんよ、なんか変におしゃれしてる癒やすなんかな、この、ま、とんがってる漫画のキャラクターみたいな、あのなんかだんだん細くなるやつはいはいはい、シュッてなってるやつ、お前が好きは知らんばお前はとんがってないよ俺とんがってないですけどなんでお前とんがのさんも好きだったのちょっと金と広がってるやつ、金と時間がいや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 、ワックスでシュッてやればいいだろさあ、行きましょう、こんな神社は嫌だ、どんな神社、お賽銭入れると電光掲示板に金額が表示される、嫌だな、嫌ですね、これめちゃくちゃ嫌だな、だいたい5見られるのも嫌だし、だからな、だいたい5だまずあれ、札入れてるやついる、ズーズーしかない、ズーズーしいよな、あれな、なんだろう、欲深いのかなって逆に思っちゃうよな、見てると、見たことはないんですけど、入れるところ覗いたらありますよね、覗いていいのか、まずなんか見えるじゃないですか、見えるよな、入ってないとか、あれなんか入ってないやつあるさ縁みたいなありますね、あれはどうなんのかな、あれってかわいそうだな逆にいいのかな、どっから投げたんすかねあんな近いのそれな、こんな神社は嫌だ、どんな神社、神社の入り口で持ち物、衣類すべて置いてからの参拝、もう全部裸ってことそれはだいぶ清めたい、清めない、そうな、入れないですからね、まあね、生まれたままの姿でっていうことか、はい、いいですか、はい、行きましょう、こんな神社は嫌だ、どんな神社、20分前チェックインしないといけないまあ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 、沖縄の人はでも遅れるからな、はい、これやった方がいいな、予約とか取らないといけないのかな、こんな神社は嫌だ、どんな神社、参拝するまでに千段ぐらいの階段を登らないといけないいいな、いいね、なんかな、なんかもうコメントしづらい、しづらくはない、トラップ、トラップがもうまたポッポって言わんよ、これは地元の同級生ですね、いやいいよ、千段ぐらいの知り嫌だな、いいですか、いいよ、こんな神社は嫌だ、どんな神社、なんか音響の設備とかで、スピーカーがついてるんですけど、坊主のスピーカーがなんかあ、坊主だけど、はい、あ、上手だな、なんかちょっと、いやいや、なんか気に触るとか、めちゃくちゃいいな、上手、すごいですね、すごいです
坊主が上手にみたいな感じ言ってくださいよ。坊主が上手にみたいな感じでね坊主が上手に屏風じゃなくてスピーカーを坊主に変えたみたいな感じですかね。考える時間がありましたね今坊主が坊主が上手にスピーカーを坊主に変えたっていうね。ワウケは今日どうしたの、ついに連行されたのって。あ、そうですね、まあね、いろいろやらかしてますからね、ワウケはな。はい、こんな神社が嫌だ、どんな神社。木魚がドラム、あれは一定で、そうですね、そうね、トゥクトゥン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 とか言うってこと。あ、いいな、めちゃくちゃいいですね、木魚がドラム。こんな神社は嫌だ、どんな神社。お賽銭は紙以外受け付けない、いいな、嫌ですね、お札だけっていうね。お札投げるってどう投げるのかな。だいたい俺らでも畳んでから投げるのか。一応投げやすくしないといけないもんな。はい、お金投げるってどうなのかな。そもそもなんです。そもそもな、お金投げるなって言われん、一応。まあまあ言われますけど、お金な、あの時だけ、あの瞬間だけお金投げるのが許されるのかな。そう、わかんないっす。どう思う。お金なんであそこだけ投げるのかな。やっぱりどっかみんなで一年に一回投げたいっていう。ああ、そのなんだろう、貯めている欲求というか、はい、お金を投げたいという、それを発散する。だからお金も貯めてるし、それも使いなさいっていうのが投げて。ああ、なるほどね。ちょっと話変わるんですけど。なるほどね、じゃない、わからなかった。うん。あの、ここもお金を置くんだってところないですけど、鍾乳洞とかで。ああ、ある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 。これ本当になんか変だな、施設の人がやってんのかなみたいな。石がもこって出てる上になんか置かれたか。これ何みたいな、一応置くけどみたいな。置く、そう、あれあれな、俺は置かない。あ、あれ置かないですか。うん、置かんだろうと思いながらとか、なんかね、あの鍾乳洞の中の水たまりの中にお金いっぱい。多分一緒の場所ですね、それ。一緒の場所だな。石川の。いや、女村さん行ったことない。あ、違います。石川の女村さんか、石川なんかあるよな、あっちのところで。まさに水たまりみたいなところになんかいっぱいあるよな、鍾乳洞。琉球村みたいな。ああ、あそこの鍾乳洞はいっぱいあるな。あれ、一人入れたら多分そうですね、みんな入れていくんだろうな。初めて入れたやつに会いたいな。どういう気持ちで入れたんですかっていう。さあ、こんな神社は嫌だ、どんな神社。おみくじ引いたら誰かのレシートだった。ああ、なるほどね。嫌ですね。いいな、これな。ポッポです。嫌ですよね、これは。声張りました、声を張りましたね。なんか生活感も見たくないですもんね。そうな、何買ったかっていうな、はい、うん。777とかだったらでもいいよな。777かな。これがこれレシートがね。なんかレシート777円とかゾロ目の時、店員さんがさ、レシートなんか言いますかみたいな、ちょっと向こうがテンション上がる時があって、一回。あ、そんなことあるんですか。レシート言いますかとか、あ、いいですっつって。あ、分かってたんですか。揃ってたの。揃って777だったの。レシート言いますか。あ、大丈夫です。取ってくださいよ。住職の身につけているアクセサリーが全部金色。いや、まあ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 、金運ね。ちょっといいですか。金運がいい。はいはい。こんな神社は嫌だ、どんな神社。ゾンビがいる。シンプルにな。これは嫌だな。これは嫌ですね。ハロウィンナイト。ハロウィンナイトですか、これは。あの、そのスタッフじゃないです、マジの。マジなやつ。マジなやつが。嫌だな、坊主の時間ね、ゾンビな。坊主ゾンビ。坊主ゾンビな、ゾンビ坊主。ゾンビ坊主ですね。坊主ゾンビ、どっち。ゾンビ坊主。ゾンビ坊主です。ゾンビ坊主。ありがとうございます。どんな神社、願い事をするとルーレットが回って、ハズレが出る神社。嫌ですね。嫌だな。これは叶いませんよっていうね。どんな神社、住職が腰までのロン毛。いいね。嫌だな。振り切った感じが嫌ですね。そうな、ちょっとマジ嫌だな、これはな。これどんなんです、ちょっといいですか。いいよ。こんな神社は嫌だ、どんな神社。あのブレイドのマントつけてる、あの重いやつ、黒の。シャッシャッ。
あのブレードってあれあのヨーガの結婚の人そうそうそうサングラスのサングラス重いやつの懐かしい一回も見たことないよくやってましたねしょっちゅうテレビやってましたねいやマジであのエトスでした分かんないあの時期よくブレード一回も見たことないな表紙はかっこいいんだよなパッケージあそうなんですよ最後まで見れたことないですねいや面白くないわなんかついてこなんかキャマームのネタみたいなあんまついてこない難しいんだついてこないですね一回見てみようかな大人になって見るのとまた変わってくるかもしれないありますねそういうのあるよなそういうのなあつはい、こんな神社は嫌だぞんな神社金主さんの金主さんのノリトがヒップホップ系むずいな金主さんっていうのは神社の主さんねまあ住職みたいな感じかなの、祝いのセリフがヒップホップ系ってこと、まあ、とりあえず神社にヒップホップ合わんからなですねそうやな釈迦坊主さんとかいますよ釈迦坊主さんはいるな釈迦坊主さんはいいよ有名なね人気のヒップホッパーねいますけどねいますけどねあの人髪めっちゃサラサラ腰までのロンゲサラサラですかねサラサラですよどんな神社お賽銭によって住職が、場内アナウンスでパフォーマンス高かったらやっぱ派手になるのかなさあ、こんな神社は嫌だどんな神社偽物のシュプリームを売っているポッポですねいいですねいいですね神主、あ、神主当たってますかお賽銭は投げたらダメですあ、神様の頭に神様の顔に投げつけてると同じだそうですあ、やっぱ投げたらダメなんだお賽銭届かんってあれ届かないっすよねどこから投げてるお前こんなんです目の前に ないいや、なんかあれ微妙に距離ないっすかお賽銭ないっすか嘘俺のだから蹴れるぐらいの近い距離お賽銭その独特の分かりやすいですけど蹴れるってすごい蹴れるぐらいの近い距離なんで蹴れば蹴らないとか蹴ったらダメだけどお金投げるより多分やっちゃダメだけど分かりやすいめちゃめちゃ近いところで投げんあれってそうですねあ場所によるのかな俺普天間本当にデージ昔にしか行ったことなくて、うん、子供だからか本当にデージ遠いイメージなんですけどかもしれんな人も多いし大人になったらまあもうちょっと前にかがめばパッて行けるでもなんか外れてるの多くないですか外れてるの多いわけよだからあれ近いそんな近かったですかなんかインチキしてますねはい一歩踏み込んでないですか一歩踏み込んで止められるだろ絶対あれってあ、やっぱダメなんだな、やっぱ投げたらね。はぁ、知らんかったな。めちゃくちゃコメント来てるわ。新年早々人が少ない神社。嫌だな。TikTok ライブでお賽銭を稼ぐ神社。嫌ですね。あ、777のレシート取ってあるんだ。あ、取っとけばよかったな、じゃあ。住職がサイババ十二支の絵とが星座いいですねで謎のコメントですねこれはリさん両替機ということはいいいですかこんな神社は嫌だどう両替機はいさあこんな神社は嫌だどんな神社中島みゆきのファイトで出てくる階段から落とすやつがいるいや怖さよ私見たんですじゃないよめちゃくちゃ怖いあれ何なのかなあれわかんあれ謎じゃんサビとこのあの A メロ B メロのあっちの部分なんか違うよな秀才すぎちょっとわかんないですねこのちょっとダークな感じだけどファイトっていうあれ何なのかな応援歌なのか何なのかポッポ毎日15時にじゃんけん大会が始まるいいですねいいですじゃんけんこれじゃんけん好きだからなねみんなねやっぱねロックシーザペッパーねはいなんで英語でかなり便利だけど合わないです
はい、あ、両替機があるところっては嫌だな。神社にね、両替機が神社にあるっていうのはめちゃくちゃ嫌だな。巫女さんがメイド服、まあ印鑑、印鑑がギャル文字、印鑑、はい、さあ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 、逆のエスカレーターを駆け上がらないと本堂に行けない神社、嫌だな。いやですね、みんなすごいな、頭柔らかいなですね。うん、こんな神社は嫌だ、どんな神社、はいはいはい、こんな神社は嫌だ、どんな神社、指名手配のポスターが貼ってあるここはちょっと見たくないですね、ここだけは。やっぱな、ちょっと自分の中でちょっと多いなんとかって嫌だよな、こんな神社は嫌だ、どんな神社、ねえ、来年の1月1日の五穀神社の初詣の銭湯が場受けムカつくな、なんかな、腹立ちますね、なんかムカつくな、銭湯に輪受けがいたらやっぱムカつくよな、追い越されてほしいですねそうだな、輪受けは常にな、追い越されてほしいな。お守りを買わないと帰らせてもらえない神社、嫌だな、利益考えてるとこが嫌ですね。そうだな、まあまあまあ大事ではあるけどな。清める水が泡盛、いやだな、泡盛で手洗うとかってでしょ、はい、すごいなみんなやっぱ、はい、いきましょう、こんな神社は嫌だ、どんな神社、ネオパークの中にあるあ、嫌だな、嫌だな逆に楽しめるのかな逆にな、なんかその時は別に鳥とかいらないこれ、鳥はいらないなお前が言ってたから南国の鳥もなんかそっちにいるってことでしょ、あ、そういうことです、そういうこと、ありがとうございます、さすがですね、はい、お後がよろしいよね、神主が女装好きいいですね、いいな、シンプルにいいよな、女装好き、でもまあまあいいよね、はいはいはい、こんな神社は嫌だ、どんな神社、なんかあの結構本気でジャンプしてこえないと落ちるところがマリオ、マリオのステージとかマリオのステージもありますけどいや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 、マリオのステージじゃない、変なすんなお前お前が変なしてどうするいやいやいや、コメントして変なすんなさあ行きましょう、こんな神社は嫌だ、どんな神社、水中にある神社、あ、なんかいいな、逆になんかすごい神秘的です ね、アクアリウムのアトランティスみたいな、いいな、こんな神社は嫌だ、どんな神社、ネットワークビジネスの集団の集まり、マルチね、嫌だな、嫌ですね、あの人たちって常になんか笑ってるよな爽やかだよないや別に悪いことじゃない、爽やかいいみたいな、爽やかだよな、なんかな、スーツビシッと着てな、いいですか、はい、いいよ、こんな神社は嫌だ、どんな神社、住職の口からなんかちょっとミントの匂いする、いや、いいだろ別にミンティア食ってんだろ別にいいだろなんかこのミンティア食ってればっていう、いや、いいだろはい、さあ、はい、はい、こんな神社は嫌だ、どんな神社、住職にこんな神社は嫌だ、どんな神社って言われる嫌ですね、嫌ですね、もう時間です、やばい、さあパッといきましょう、チョンダラのメイクをしている神社、巫女さんが元暴走族総長、ミンティア面白いですっていうコメント来てますね、さあということで、もう皆さん今日もたくさんのコメントありがとうございました、はい、ということでまた来週もよろしくお願いします、それでは行きましょう、せーの、さよなら。